今度は。今度は行きましたか。こんばんは。行けてる。行けたかな。お疲れ様です。こんばんは。初見です。はじめまして。こんにちは。オッケー。行けた。よかった。はじめまして。あなたがはじめましてと言うならはじめましてにしましょう。はじめましてです。こんばんは。数学をしたいと思います。カイロ絶対もういらんやん。さすがに星がない。しゃあない。黒島ペンギンさくらちゃんこんばんは。どうも黒島ペンギン。やったらクマさんの方がいい。ペンギンじゃないしクマさんやし。今日ペンギン先生喋ったっけ。喋ってないわ。今日喋ってないわ。おはようすら言ってないわ。今日他の学年のなんかのテストのなんかがあるらしいから、それでなんかしか言ってないな。早く帰ったから喋ってない。黒島さくら。おー、そういうことね。やる気が出ない。どうしよう。やる気が。本日始めました。仕事と仕事の合間で参加ありがとうございます。本当に数学をやらないといけないが、なんかやる気が出ない。教科書読むわ。星回復まであと10分かかります。おう馬が走ってる。ムーチョさんギフトありがとうございます。馬走っててポニーやったらめっちゃ馬やん。読んだ読んだわ読んだわ。めっちゃ読んだわ。読んでないやと思ったら読んだわ。めっちゃ読んでたわシータンさんギフトありがとうございます。読んだ。めっちゃ読んでた。アイコンタップしてみ馬の尻尾のあーなんやな。さっき今の話に直結する内容で。常に仕事サボって配信見てるわし、なんせ2月3月は1日が過ぎない。やば。シータンさんギフトありがとうございます。忙しいね。もう2月3月が2月3日に見えて
ってなったら2月3月でした。最近日本語が読めないし喋れないっていう、やばいね。扇形のこの長さと面積は L が個として 2πr×365 の A、面積は2πr×365、円が書かれ、あーもうジョニー司令さん推しでいい。ハングル文字のハングル文字アットマークジョニー司令推しさん、ギフトありがとうございます。綺麗に円描くのは難しい、難しい、難しい、難しい。でも今日音楽でめっちゃ、音楽ちゃうわ、音楽ちゃうわ、美術って言うと思った。星の意見ハートで許してね、ありがとうありがとう。今日美術でめっちゃ綺麗な円描けてん。あのピンパターンっていうのをやってて、なんか釘を刺して、いっぱい刺して、刺して、なんか、てんてんって、てんてんってするやつがあんねん。ちょ、語彙力ないわ、今日の鍵ってことじゃないけど。なんか、てん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 っていっぱい打っていって、で、なんか糸巻きつけて、で、なんか、絵描くやつないけど。しのすけさんギフトありがとうございます。そう、それをなやっててんけどさ、それなんか円を描かなあかんかったんよ。描かなあかんって別に描かんでもいいねんけど、描きたかったから描いたら綺麗に描けたのっていう話。最近ほんまに喋られへんし、ほんまに読まれへんねん。で、友達にさあれ前でって言われんねんけどさ、ちゃう、もうレベルがちゃうねんと思って。ほんまにな、読まれへん、ひらがなも読まれへんねん、やばない？ひらがな読まれへんし、字書いたと思ったこと全然書けてないし、なんか言ったと思ったことと全然違うこと喋ってんねん。なんかなんやろな、音楽じゃ美術って思いながら音楽って言ってたり、そう、なんかいろいろ言ってるんですよ。はじめまして、デュークです、よろしくお願いします。はじめまして、デュークさん、よろしくお願いします。さっきやねん、そうそういうのがずっとあるんですよ。やばくないですか。もう廊下か、もしかして廊下ですか。半径の R ってラディウスって言うんやで、知ってた？めっちゃ嬉しそうに言うやん。キャビネット図を黒島先生から習いました。キャビネット図っていうのはこのなんかこう立方体の話です。いや立方体じゃなくてもいいけど、そういう時期があるよ。でも老化するとひどくなる。老化か、老化したのか。衰弱あかんわ。考えることが多いのか、そういうこと。そうね、そっかピンパターンの説明をしようと考えながら美術って言おうと思ったから音楽って言ったんか。どっから音楽出てきたんやろ。音楽のことも考えてたってことかな。今日音楽、あーちょっとよくわからん。くるみさんギフトありがとうございます。あ、そう、知ってる、あの、え、しかもあんちゃんもええわ。半径ってさ R って書くやん、図形とかの時に、図形の公式とかの時にさ R って書くやん。ラディウスって言うんやで。
ちょ許してこのテンションで、ごめんごめんって、ごめんやん。ルーラーキャッチ、ええわ。どこに書いてたっけ、ラディウス。ラディウス、おった。サーファスエリアが面積で、ラディウスが R。やってさ、知ってた？あ、セブンオブナインさん、ギフトありがとうございます。知ってた？知ってた？知ってた？知らなかった？キャメロン元気？キャメロンって何？あー、握手会と写メ会よろしく、よろしくお願いします。写メ会が個人的に楽しみ。なんそれむず。ちゃんとあれやから、クマさん先生の話聞いてるからな、全部聞いてんね。ラディウス、ラディウスってかっこいいやろって言ってくれんの。急にテンション高なった。でも急にテンション高なったら急にテンション低くなんねん。高低差だ。角度が A として、これがサーファスエリア。この長さは何やろ。 L、 L がいいみたいになった。 L はなんて言うんやろ。この長さ調べよう、後で。気になる。ラディウス、グラディウス、グラディウスは分かる。クマさんに聞こうかな。支配人は知らないメンバーがいると。どこや、ちょっと待って、どのコメントや、ちょっと待って。あ、キャメロン、そういうことね。金子さんの公式ニックネーム、あ、そういうこと。ラディウスが、いや、ラディウスよりクマ先生の方がかっこいいよって言ってあげんと。ほんまや、言うの忘れてた。わあ、起点が効かなかったか。くそー、言っとくわ次。ラディウスやってかっこいいやろって、クマ先生の方がかっこいいですよって言っとくわ。授業中に言ったら空気凍りつくかもしれん。つよさん、いい人ありがとうございます。言っとくわ今度。うん。あー、もろ。よし、で、あ、そう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 、ちょっとようわからんかったから、ええわ。あー、よし、決めたぞ。私は決めた。今日から一回モルス信号を打つ。今ちなみに打ってるノートに。ねえ、間違えそうな気するから、見本見よう。よし、暗号。黒島ちゃん、こんばんは。初見です、はじめまして。どうした、黒島。数学の自習ノートに暗号を打ってました。モールス信号です。いやー、きっと解読できないと思うので送っとこうと思って。よし、今日からじゃあね、モールス信号を一回打つっていうことにしたねん。
信号で自分の名前書こう。え、薄っ、ちょっと待ってやめよう全然引からんかった、思ってた以上に引からんかった。うん、バイトに戻ります。お疲れ様でした。ありがとうございました。暗号売ってるんや、スパイみたい。そうなんだよビリビリペンかと思ったビリビリペン、ビリほらまた喋られへん。ビリビリペンは思ったより痛くなかった。なんか怖いからさ、プッてなるけどさ、そんな痛くなかったで。なんかバチッてなるだけ。痛みに強いねん多分。だから風邪ひいててもいけるっつって学校行くし、なんかお腹痛かってもいけるって言うし、足ひび入ってた時もいけるっつって歩いたし、なんか痛みに強いんやと思う。高熱出てても全然学校行けるし、40度出た時ピョンピョンしてたで。しんどいけど、なんかしんどかってもいけるってなんねん。痛みに強い人です。40度でジャンプしてるってだいぶやけどな。わーっつって結構なやばい。あー、ビリビリペンは大げさにリアクションしてあげて。その私リアクションが苦手やねんな。アクションも苦手やけどリアクションも苦手やねん。どっちも無理やないかいって感じだけど。よしよし決めた。これから数学の自習ノートに暗号を打っていくわ。でクマさんにこれ意味あるんやで全部って言うわ。ちゃんと意味あるんですよって、ちゃんと見てください、これ暗号ですって。多分解けないと思うけどこれはちゃんと意味があるんですって言ってみるわ。40度でピンピンはあかん全然あれやで、元気ではないけど飛び跳ねてたで。全然視界はあんまり良好ではないし、全然頭痛いし、全然頭働いてないけど、いけるっつって学校行ってテスト受けたいけた。鼻声やったけどいけたで。それはそれでだいぶやばいけど。飛び回ってたら治るもんも治らんで確かにモールスなら解けるやろ。いやモールスでも解いてほしくないねん。ちゃんとない方があるんです。解かないでくださいねって言っとくわ。若さやな。そうなのか。全然お友達37度とかで学校休んでるけど、多分そっちがの方が一般的な気はする。私が多分感覚が。よし、ノートの下余ったから絵描いとくわ。絵って図形な。うわ、胃がんだ。まあいいか。何書いてるんやろ。こわーこわー、待って消しゴム消えた。こわーこわー、消しゴム消えおった。あんまり消えない。疲れた。どうしよう、やる気が出ないぞ。つよさんギフトありがとうございます。あと10分や、どうしよう。扇形の扇形の扇形の
中心角を求めるには母線分の半径やんな、多分。あれ、ちょっと分からへん。ハングル文字の方としのすけさん、ギフトありがとうございます。あ、いっぱいくれた、いっぱいくれた、ありがとうございます。もうよくわからない、待って、数学ですらわからんねんけど、もうやばいやん、どうしよう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 、よし、よし、このノート提出する。いや、やっぱりでもなんか嫌な、ちょっとなんかな、2回目のとこに出した方がいいかな、どうしようかな。どうしよう、この1ページに書いたところを見せる必要があるのか。次のテストと一緒に出そう。よし、オッケー。はい。うわあ。やること多いね。あ、まさこさん、まきこさん、ギフトありがとうございます。もうどうしよう、字読まれん。中心角は、ちょ待って、ほんまにどういうこと？これに返すわ。消しゴムが落ちた。消しゴムが落ちたよ。吹っ飛んだ。危ないね、危ないね。危ない。暴れてるわ。黒島ちゃんにはペンギンが必要やな。ペンギンじゃないねん、クマさんやねん。クマさん、クマさん、あ、ひらがなのに読まれへんってもうやばいやん。漢字で読まれへんやったらまあそうやなーってなるけど。バブかわいい。あ、ゆめはこれ読めるかな、わかんない、わかんないよ。黒島ちゃんちょっとなんか頭が働いてないから、ちょっとあゆえおとか書かれても読めないかな。どうしよう、これペンギン先生見てたら。見て、めっちゃ前にさ、クマさんをさ大量生産しようと思ってさ作ってたね。めっちゃ前でもないか、このクマさんとか作ってて、でっかいやつ作りたいと思って巨大クマの顔でも綿が足りひんくなって作らんくなった。毎回私こういうのやめるときって材料なくなってやめんねん。買ってこよう、またクマさん大量生産。大丈夫、私の頭の中にはいつでもクマさんがおるから。それはそれでなんか違うな、この絵は。エッピーさん、ギフトありがとうございます。ああ、違うねんって、違うねんって、そんな、もう言った通りやん、さっきな、あれやん、急にテンション上がったら急にテンション下がるねんって言ったやんね。ほら言った通りでしょ、宣言通りだ。あー、わからない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 、どこ、わからない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 、今日はテンション高いね。高いのだろうか。ペンギンさんの話して一回盛り上がったから、ここじゃなかった、座標のとこじゃないなと思ったらやっぱり違うかった。あ、待って、めっちゃ合ってるやん。待って、なんでこんなわかるの。
対称移動、回転体、回転移動、回転の中心、天体小移動、線対称移動。うわーすごーい、回転移動だ。明日明後日はお昼間、あーそうだね、そうだね。あ、待って待って、あと26分、お時間です。あらー、13位がレモンさん、ありがとうございます。12位が韓国語の名前の方、ありがとうございます。11位が青森のおっちゃんさん、ありがとうございます。10位がまきこさん、ありがとうございます。9位がひろまるさん、ありがとうございます。8位がつうようさん、ありがとうございます。7位がかずみやさん、ありがとうございます。6位がゆうじ3303、ありがとうございます。4位がしんの、待って5位言ってないな、5位むーちょさん、ありがとうございます。4位のしんのすけさん、ありがとうございます。じゃあ3位のだてちゃんさん、ありがとうございます。2位のぽんさん、ありがとうございます。1位のセブンオブナインさん、ナインさん、ありがとうございます。よし疲れた、痛いね、プシって言った。よし、ありがとうございました。あと2分です。ありがとうございました。おきに、超10代頑張れ頑張れ。あ、次は次は7時から8時の配信です。1時間やね。回転移動してるのははるちゃんさん、こういうことでも移動の意味が異なるよ。よし、わからない。みんなでペンギンを呼ぼう、来てって言おうかな、言われへんわ。学校行ってペンギン来てって叫んで。はあ、よし、こんばんは、今からこんばんは、もうあと 1分で終わってまうねん。ごめんやけど、あと1分で終わってまうねん。バレエのターンの話です。ですよね、だと思いました。7時ちょうどに始めたらまた更新されないから7時1分に始めてね。そうだね、よし1分に開始するわ。オッケー、ありがとうございます。バイバーイ。バイバイ。だてちゃんさん、ギフトありがとうございます。バイ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 。あ、30分です。よし、さようなら。